駅伝に詳しすぎるアイドル、西村七子が語る大学駅伝のルーキー前編。駅伝に詳しすぎるアイドル、として知られる西村七子さんは、大学駅伝だけでなく高校駅伝のチェックも欠かさない。そこで今回は、今春に入学した各大学の注目ルーキーについて聞いた。本題の前に、まずは第100回箱根駅伝を振り返った。 ポルティーバでの西村さんの予想では駒澤大が V 候補の筆頭だったが、勝ったのは青山学院大。2区、黒田朝日が区間賞の快走で2位に浮上すると、3区、太田葵が駒大のスピードキング、佐藤啓太を大逆転。その後はトップを独走して、大会新記録で7度目の総合優勝に輝いた。青学大がトップに立った時は、マジか、と思ったのが本音です。 西村さんは青学台が逆転で勝つパターンも想定していた。それは、往路を駒台と58秒差の2位で折り返し、袋で反撃するというものだった。青学台は6区で30秒差まで詰めて、8区で逆転という勝ち方はあるかなと思っていましたが、往路から強かった。駒台は3区まで非常に良かったんですけど、青学台が凄すぎたというのがシンプルな感想です。 特に3区の太田選手が早かったですね。第100回大会は青学大が完勝する形になったが、西村さんに MVP を尋ねると意外な名前が挙がった。私は6区の野村聖夢選手を推したいですね。黒田選手と太田選手が凄す,すぎたのは、見ていた皆さんも重々承知だとは思うんですけど、往路の勢いを袋につなげて勝負を決めたという意味では野村選手の役割が大きかったかなと思います。 さらに、過去最高の3位に食い込んだ城西大、全日本で過去ワーストの14位から4位に急上昇した東洋大、9年ぶりにシード権を獲得した大東文化大の構想も強く印象に残っているという。城西大は往路を3位以内で折り返すと予想していたんですけど、袋路でも順位をキープしました。山本由衣翔選手がいるうちにトップ3を獲得できて素晴らしいなと思います。 東洋大東大は全日本で7位に入るなど勢いはありましたが8区のピーター・ワンジル選手がまさかの区間再開。シード圏外に引き出されながら9区と10区で巻き返したので今期はさらに楽しみです。